阪神甲子園球場です。阪神タイガース対広島東洋カープ、このゲームの模様をお送りいたします。タイガースの先発は右の西、対するカープの先発は右の森下、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の西、マウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ、注目の立ち上がり、先頭バッターは西川。第9、初球フォークボール空振り。第2球、投げた、危ない球。第3球、直球見送ってストライク、ワンボールツーストライク。追い込んでいます。追い込んで投げた、アウトコース低め、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。背番号33。第9、投げました、初球から打ってった、三遊間の当たり、破った。菊池、いいバッティングを見せました。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。タッチセーフ。第9、菊池スタート、ストライクになった、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあ、リプレイです。第2球、打ったい当たりだ、ボールはライナーでセンターへ、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。カープ初回は0点に終わっています。右の森下、マウンドに上がりました。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。トップバッターの近本。第2球、投げました、縦のカーブ見送ってストライク。第3球、打った、バットが折れました。松山バックしていった、ライトの前、ワンバウンドヒット。近本、ナイスバッティングです。さあ、ノーアウトで先制のランナーが出ました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番糸原。第9、近本走った、これはストライク、キャッチャーに盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。初球ストライクから。第2球、あーっと、ショーフライになった、取りました、送りバント失敗。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9、危ない球。第2球、ストライク、タイミング合いません。投球は3球目、投げました、ストライク。第4球はアウトロー、ボール。二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ。もう一度二塁牽制球です。次は5球目、打ちました、掴みました、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9、投げました、ストレートはストライク、いきなり153キロ。投球これから2球目、打った、強い当たり、入れば先制だ、打球はそのまま伸びていく、センターからセカンドへ、タイガースまずは1点先制、1対0。今の先制の場面、リプレイでご覧ください。さあ、ツーアウトランナー二塁という場面でジェリー、初球はストライク、まずは入れてきました。1球目ストライクから、ストライク、もう追い込んでいます。第3球、1つ外してボール。さあ、4球目、外角低め、空振り三振。最後は伸びのあるストレート。1回の裏が終わりまして1対0、カープ先制点を奪われています。2回の表、1点を追いかけます、カープの攻撃。この回のトップバッターは鈴木。さあ、次の投球、投げました、外角高め、際どい球、ボール。第3球は打った、痛烈な当たり、センター前ヒット、クリーンヒットです。ボールが転がる、センターからセカンドへ、2
鈴木ツーベースヒット。タイガース同点のピンチを迎えます。左バッターボックスは5番松山。ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げた、インローに送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。第4球は危ない球、セカンド牽制球です。二塁タッチはセーフ。投げた、打ちました、セカンド飛びついた。一塁送球、糸原華麗にさばいてワンアウト。タイガースなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。バッターは6番カープ。最低でも外野フライが欲しい局面です。第2球投げた、真ん中に決まった、ストライク。第3球を投げた、直球ストライク。第4球を投げました、危ない球。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、空振り三振、バットアウト。先ほどのプレーです。バッターは7番。第1球投げました、初球空振り、少し迷ったか。第2球投げました、完全に外れた、ボール。投げた、打った、三遊間の打球抜けた。タイガース追いつかれました、1対1。さあ先ほどの同点の場面です。バッターは8番石原。第1球初球引っ張った、三塁線ライナー破った、二塁蹴って三塁へ。石原いいバッティングを見せました。タイガースピンチを迎えます。第2球投げた、打ちました、セカンド左への打球、グラブ弾いた、そして今拾い直した。タイガースリードを奪われました、2対1。記録はセカンドのエラー、セカンドのエラーです。投げた、あっと、いった、一直線、入った、入った、ホームラン、スリーランホームラン。白球は非常に持ちたんだ、ヒットだったでしょうか、完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。さあリプレイです。バッターは2番菊池。第1球インコース見送ってストライク、まずは決めてきました。第2球投げた、打った、引っ張った、掴んで、これで3アウトになります。最後はいい守りを見せてくれました。2回の表が終わって5対1、カープ4点リードに変わっています。2回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは木南。第2球投げた、決まってストライク、タイミング合いません。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、セカンド左抜けるか、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番遠藤。第1球投げました、初球打った、ボールを掴んだ、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番藤田。第1球外れた、ボール。第2球投げました、直球空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、3球目ストライク。投球これから4球目、ストレートはもう外角低め。第5球投げました、打った、三遊間ライナー破った、藤田ナイスバッティングです。バッターはピッチャー西。第1球投げた、カットボールはボール。第2球投げた、決まってストライク。投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。さあ4球目打ちました、ライトへ持っていった、取って、これで3アウトチェンジ。
一塁ランナー藤田残塁に終わりました。2回の裏が終わりまして5対1カープ4点リードは変わりません。カープこの回はクリーンアップからの攻撃になります。トップバッターはホセ、投げたストレート見送ってストライク。初球ストライクから第2球、投げたストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、1球外したボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、流し打ち、どうだ、内野ゴロ、アウト。ジャスティン自分でベースを踏んでアウト。バッターは4番鈴木。第9球投げました、初球打ってきた、行ったか、どうだ、入るか、ダイレクトフェンスに当たった。鈴木一気に二塁へ、鈴木ツーベースヒットを放ちました。バッターは5番松山。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。二塁タッチセーフ。第9球投げました、打ちました、初球打ち、一塁送球アウト。タイガースなおもピンチが続きます。バッターは6番、今日の第1打席はスイングアウト。投球これから2球目、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。追い込んでから投げました、見送ってボール。第4球を投げた、打った、ライナー破った、センター前ヒット、カープ1点入りました。6対1。バッターは7番ショート。第1球投げた、アウトコース低め、縦のスライダー外れてボール。投げた、ボール。一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。投げた、ストレートはストライク。第4球を投げた、打ちました、打球はライト右へ、アルボー。一塁へ牽制球を送ります。投球これから5球目、打ちました、ショート右へのゴロ、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。3回の表が終わって6対1カープ、さらに1点を追加しています。タイガースこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは近本、1球目ストレート空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った、いい当たりだ、入るか、入るか、センターバック、これはヒットになります。近本いいバッティングを見せました。さあここは抑えたい場面、バッターは糸原。第1打席はピッチャーフライに倒れています。第2球投げました、ストレート決まってストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げました、決まったストライク。投球これから4球目、流し打ち、ファール。投げました、打った、ショートバウンド、ボールを掴んだ、菊池うまくさばいています。カープなおもピンチが続きます。第9球初球決まってストライク、いきなり151キロ。第2球投げた、打った、流し打ち、一二塁間破った、タイガース点差を4点に縮めました。バッターは4番ジャスティン。第9球投げた、アウトコース高め、外れてボール。第2球投げた、高め決まってストライク。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、ボール。第5球投げました、流し打ち、どうだ、スタンドに入りました、ファール。第6球は151キロ直球、空振り三振。右バッターボックスにはジェリー。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。さあ次の投球、ストレートはボール。第3球を投げました、流し打ち、取りました、これで3アウト。序盤終了しまして6対2タイガース、この回1点を返しました。ゲームは中盤戦に入ります。この回の先頭バッターは石原。直球ストライク低め、いきなり151キロ。さ
さあ次の投球投げました。危ない球。第3球を投げました。アウトロー空振り。第4球を投げました。危ない球。さあ投球は5球目。投げた。外れた。ボール。さあ6球目打った。痛烈な当たり。破っていった。石原いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー森下。初球送ってきました。ピッチャー正面に転がった。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。ツーアウトランナーなくなりました。打順は1番に帰って西川。今日3打点を挙げています。第2球投げた。直球ストライク。インハイへ軽く追い込んでまいりました。第3球1球外してボール。さあ4球目打ちました。破った。西川ナイスバッティングです。バッターは2番菊池。第1球投げた。低めボール。一塁牽制。タッチはセーフ。第2球ボール。第3球をランナー走った。打った。ファウルボール。第4球を投げた。低め外れてボール。次は5球目投げた。5球目ストライク。第6球をランナースタートを切った。三振。4回の表が終わって6対2カープ現在4点をリードしています。4回の裏これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは木南。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目ストライクから投げました。あっと引っ掛けた。これは内野ゴロ。抜けた。木南いいバッティングを見せました。左バッターボックスは7番遠藤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球を打ちました。ヒット。木南2塁回った。遠藤ツーベース。ピンチを広げてしまいました。ノーアウトランナー2塁3塁となりまして藤田。第2球投げました。外ストレートは外れてボール。同期は3球目投げました。インロー際どい球ボール。第4球を投げました。打ちました。引っ掛けた。フラフラッと上がった。抑えた。これでワンアウト。ランナーは二塁三塁変わりません。第1球投げました。ボール。第2球決まった。ストライク。第3球は打ちました。アットバットが折れた。掴んだ。これで2アウト。ランナーは2塁3塁変わりません。投げた。初球縦のカーブは空振り。さあ次の投球ボール。投球は3球目投げた。見送ってボール。次が4球目投げた。打った。流し打ち。ポセ取った。一塁送球。タイガース点差を3点に縮めました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは2番糸原。今日はピッチャーフライとセカンドゴロ。まっすぐ見送ってストライク。いきなり151キロ。第2球投げた。見送ってストライク。もう追い込んでいます。一塁へ一つ牽制球を送りました。投球はこれから3球目ボール。投球これから4球目打ちました。ファール。さあ投球は5球目打ちました。タイガース点差を2点に縮めました。糸原タイムリー。カープなおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。ツーアウトランナー一塁二塁となりまして井上。
まずは二塁牽制、タッチはセーフ、二塁はセーフ、見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球見送ってボール。投球は3球目、投げた、打った、フラフラっと上がった、菊池余裕があります、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。4回の裏が終わりまして、6対4、森下この回さらに2点を失いました。カープこの回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番、ホセ、今日はセンターライナーとファーストゴロ。第2球2球目空振り。第3球を投げました、打ちました、いい当たり、ライトへ上がった、ライトバックしていった、越えた、打ってバッター一気に二塁へ向かう、ホセツーベースヒット。今日2本のヒットを放っている鈴木、第9、危ない球。第2球投げました、2球目空振り、少し迷ったか。第3球を投げました、打った、糸原ボールを取る、セカンドから一塁送球アウト。バッターは5番松山、カープ追加点のチャンスを迎えています。第2球打ちました、切れていきます、ファール、投げました、ボール。さあ4球目、流し打ち、どうだ、ヒット、レフト前ヒットになった、カープ1点入りました、7対4、松山タイムリーツーベース、タイガースなおもピンチが続きます。さあリプレイです。第9ストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、見送ってストライク、さあ2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、外角高め、直球は外れてボール。次は4球目、投げた、打ちました、サード飛びついた、サードから一塁送球、エンド華麗にさばいてツーアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。第9縦のスライダーボール、投げた、打ちました、ボールはライナーで左中間へ、ヒット、ボールが点々と転がっている、カープさらに1点追加、8対4。リプレイをご覧ください。ここまで2安打の石原。第9投げた、直球見送ってストライク。第2球打ちました、セカンド左横のフライになりました、掴んでこれで3アウトになります。5回の表が終わって8対4、カープ2点を追加しています。5回の裏、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターはジャスティン、初球見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打った、レフト方向へ持っていきましたが、レフト取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番ジェリー、今日は三振とファーストライナー、外れた、ボール。さあ次の投球投げました、低めいっぱいストライク、伸びのあるストレート。第3球を投げました、決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次は4球目投げました、アウトロー際どい球、ボール。次は5球目見送ってボール。第6球を投げました、打ちました、ライトフライ、飛距離は出ていません、ライト取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは6番木南、第9投げました、打った、
第2球投げた、もう第3球を投げた、ストライク、次が4球目、投げた、空振り三振、最後は伸びのあるストレート、最後はスイングアウトの三振で仕留めました。5回の裏が終わりまして8対4カープ4点リードは変わりません。ゲームはこれから後半6回に入ります。先頭バッターはピッチャー森下、ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。第2球投げた、真ん中ストライク、これで追い込みました。第3球はインローへ、変化球外れてボール。第4球を投げた、ボール、次は5球目、投げました、ワンバウンド、ボール、投球はこれから6球目、外れました、フォアボールです。いきなりフォアボールを与えてしまいました。まずは一塁牽制、タッチセーフ、投げました、ボール、第2球、ここは送りバント、アルボール、第3球は縦のスライダー、ボール、第4球を投げました、ここは送ってきました、ファール、第5球投げました、危ない球、第6球を投げました、打ったいい当たりだ、ショートライナー、これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9球投げた、初球を打った、ジャスティン掴んだ、ジャスティン自分でベースを踏んでアウト。バッターは3番ホセ、今日はここまで3打数1安打、外角高め見送ってストライク、まずは決めてきました。投球これから2球目、直球ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、完全に外れた、ボール、第4球を投げた、低め際どい、ボール、第5球投げた、空振り三振、三振に切って取りました。6回の表が終わって8対4カープ現在4点をリードしています。6回の裏4点を追いかけますタイガースの攻撃、先頭バッターはエンド、初球空振り、149キロストレート、第2球投げた、打ちました、アルボール、第3球はストライク、空振り三振、森下見事なピッチングです。バッターは8番藤田、これが3度目のバッターボックス、初球から打ってった、取りました、これで2アウト、ランナーありません。代打は糸井、西に代わりまして糸井、背番号第9、初球はストライク、まずは入れてきました。第2球ボール、第3球を投げました、チェンジアップ見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、ボール、次が5球目、打ちました、ファール、次が6球目、投げました、外れた、ボール、第7球を投げました、打った、破った、糸井ナイスバッティングです。打順はトップに帰って、近本今日は3安打猛打賞、初球ストライクから2球目空振り、タイミング合いません。投球は3球目、投げました、三振、最後は伸びのあるストレート。6回の裏が終わりまして8対4カープ4点リードは変わりません。西降板、マウンドに上がったのは小川、今日2人目のピッチャーとして登板です。期待しましょう、注目の投球です。第9球決まってストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから投げた、真ん中決まってストライク、これで追い込みました。第3球バッターの足元、投球これから4球目、打ちました、破った、
鈴木いいバッティングを見せました。バッターは5番松山。今日はここまです。打ちました。初球打ち、これは打たされてピッチャーフライ。マウンド前方掴みました。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。初球決まってストライク、まずは入れてきました。初球ストライクから第2球ストライク、一塁牽制球を送ります。一塁タッチセーフ。投げた、一つ外した、ボール。第4球を投げた、打った、ショートをつかみました。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球カットボールはボール。さあ次の投球、見送ってストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、打った、ファール。さあ5球目、引っ張った、抜けた、鈴木二塁回って三塁へ、ボールは中継、カープ1点入りました。9対4。今日2本のヒットを放っている石原、見送ってボール。第2球ボール。第3球見送ってストライク。第4球を投げました、アウトコース高め、カットボール外れてボール。第5球投げました、真ん中にストライク。第6球を投げました、見送ってフォアボール。バッターは代打長野に代わりまして、長野背番号5。第1球ボール。第2球投げました、2球目ストライク、投げましたストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、打ちました、センター前ヒット、一気にホームイン、ホームイン。カープさらに1点追加、10対4。ここまで2安打の西川。第1球危ない球、第2球投げた、打った、センター前進してくる、取ってこれで3アウトチェンジ。満員の甲子園、スタンドからカラフルなジェット風船が勢いよく舞い上がりました。森下降板、ここでマウンドに上がったのはスコット。今日2番手としてマウンドに上がります。今日は配球にも注目したいと思います。もうまずは外角低め、第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、外角低め、見送ってストライク、追い込んでいます。第4球は流し打ち、ライナーが破った、ヒットになります。またランナー一塁蹴って二塁も狙う、糸原ツーベースヒットを放ちました。チャンスをものにできるか。まずは二塁牽制、二塁タッチはセーフ。投げました、初球を打ちました、三遊間のゴロ、抜けた、福留ナイスバッティングです。カープなおもピンチが続きます。第1球投げました、見送ってストライク、いきなり153キロ。投球これから2球目、内角低め見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。第3球を投げました、外れた、ボール。次は4球目、投げました、打ちました、切れていきます、ファール。ジャストミート、抜けた、ボールは中継、ただ点差を5点に縮めました。スコット、ここは踏ん張れませんでした。なんとかしのいでいきたい。ノーアウトランナー1塁2塁となりまして、ジェリー今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第2球投げました、ツーシーム見送ってストライク。投球は3球目、投げた、打った、引っ張った、レフト線ヒットになります。福留三塁回った、タイガース点差を4点に縮めました。ジェリータイムリーツーベースヒット、カープなおもピンチが続きます。に代わりまして大山、背番号第
球、投げた、輪郎際どい球、ボール。第2球打ちました。三塁ランナーホームに帰ってくる。タイガース点差を3点に縮めました。バッターは7番エンド。今日はここまで3打数1安打1三振、見送ってボール。投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。投げた、直球外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。ピンチヒッターは梅野。第9投げました、決まってストライク。いきなり151キロ。第2球投げました、打った、これは強烈、抜けた、ボールは中継。タイガース点差を2点に縮めました。先ほどのプレーです。スコット降板、右のジョンソン、今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。バッターは9番糸井。第9ただのカーブ、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。投げました、危ない球。第4球を投げました、決まった、ストライク。第5球投げた、引っ張った、ライナーだ。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。タイガースさらに1点を返しました。さあリプレイです。ワンアウトランナー一塁三塁となりまして、近本、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球、ボール。投球は3球目、投げた、打ちました。センターへの犠牲フライになるか。取った、タッチアップからホームへ向かう。三塁ランナーホームイン。カープ逃げ切り失敗、追いつかれました。10対10。ここで打者一巡したバッターは糸原。投げた、1球目ストレート空振り。初球空振りから危ない球。第3球を投げた、ボール。外角高め。第4球を投げた、打った、打球はショートの左、アウト。スリーアウトチェンジ。7回の裏が終わりまして10対10、カープ同点に追いつかれています。小川降板、右のエドワーズ、今日3番手としてマウンドに上がります。カープ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げました、外角見送ってストライク。1球目ストライクから危ない球。第3球を投げました、ストライク、膝元厳しいところ。第4球を投げました、ボール。次は5球目、投げました、打った、バットが折れた、糸原ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは3番ホセ。第9投げました、低め、ボール。第2球投げた、アウトコースをつけた、ボテボテのファーストゴロ、一塁へ送る、エドワーズ取ってアウト。これで2アウト、ランナーありません。ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、完全に外れた、ボール。第3球を投げた、アウトロー際どい球、ボール。次は4球目投げた、4球目空振り、タイミング合いません。第5球投げた、打った、流し打ち、ファウルボール。第6球を投げました、流し打ち、どうだ、ジャスティン交代、ファール。投げました、打ちました、エンド、ボールを掴んだ、ヘッドスライディング、アウト。スリーアウトチェンジ。カープわずか3人で攻撃が終わりました。
8回の表が終わって10対10同点です。バッターは3番福留、これが2度目のバッターボックス。第1球投げました、ストライク、少し迷ったか。第2球投げました、危ない球。投球は3球目、投げました、ストレートに送ってストライク。第4球を投げた、ボール。投球これから5球目、ストレートはボール。次は6球目、投げた、打ちました、ファースト左へのゴロ。一塁送球、ジョンソン取ってアウト、これでワンアウト、ランナーはありません。投げた、外角高め外れてボール。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、危ない球。次が4球目、投げた、まっすぐ見送ってストライク。投球これから5球目、変化球外れた、フォアボール。バッターは5番ジェリー、今日5度目のバッターボックス。初球を打った、セカンド真正面、二塁フォースアウト、アウト、ダブルプレー、スリーアウトチェンジ。リプレーをご覧ください。8回の裏が終わりまして10対10、現在同点です。さあいよいよ9回に入ります。トップバッターは松山、初球見送ってストライク、いきなり151キロ。初球ストライクから打った、センター前進、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。今日はここまで4打数1安打1三振、決まったストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、打ちました、遠藤、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。バッターは7番、今日は3安打猛打賞、外角低め、ボール。第2球投げました、見送ってストライク。第3球を投げました、完全に外れた、ボール。次は4球目、投げました、打った、痛烈な当たり、抜けた、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから勝ち越しのランナーが出ました。カープ、ダイソーを送ります。野間、一塁に入りました。バッターは8番石原、今日はここまで3打数2安打、盗塁成功。ランナーを詰められてしまいました。先ほどのプレーです。タイガース、外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、ボール。さあ5球目、ボール。さあ6球目、流し打ち、アルボール。さあ7球目、見逃し三振。さあリプレイです。エドワーズ、辛くも後続を三振に切って取りました。9回の表が終わって10対10同点です。さあここは守備を変えてくるようです。右バッターボックスは6番大山。第1球、初球はカットボール、空振り。1球目空振りから、おっつけた、松山下がっていった、ファール。第3球を投げた、外角高め、空振り三振、まさに日の出るような直球。左バッターボックスは7番遠藤、投げた、ボール。第2球、直球見送ってストライク。第3球を投げた、危ない球、投げた、打ちました、アルボール。さあ5球は5球目、打った、アルボール。第6球を投げました、打ちました、三遊間の当たり、一塁送球、ホセ軽快にさばいてツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。
バッターは8番梅野。第1球投げました、外れた、ボール。第2球投げました、空振り。投球はこれから3球目、危ない球。第4球を投げました、アウトローを見送ってストライク。追い込んで投げました、打ちました、いい当たり、抜けた。梅野ナイスバッティングです。さあ2アウトからサヨナラのランナーが出ました。バッターは9番糸井。第1球投げた、初球はストライク。第2球投げた、インローを見送ってストライク。もう追い込んでいます。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、空振り三振、バットアウト。三振に切って取りました。9回の裏が終わりまして10対10、延長に入ります。代打はメヒアに代わりまして、第1球投げた、初球決まってストライク。第2球決まってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。投球はこれから3球目、1つ外してボール。投げました、見逃し三振。バッターはトップに帰って西川。第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、外側決まってストライク。追い込んでいます。次が4球目、投げました、打ちました、エドワーズ取った、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスは菊池。第9ボール、まずはアウトロー。投球これから2球目、ストレート空振り。第3球を投げた、縦のカーブ、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、150キロ直球、空振り三振。最後は空振り三振に倒れました。10回の表が終了して10対10、現在同点です。ジョンソン降板、右の鈴木、今日4番手としてマウンドに上がります。タイガース打線相手にどういった投球を見せるのか。第9初球から打っていった、西川バックしていった、センター前のヒットになります。高山いいバッティングを見せました。さあノーアウトでサヨナラのランナーが出ました。バッターは代打北条、タイガース代打構成に出ます。第9初球から送ってきました、ピッチャーの左へ転がした、アウト。ランナー二塁に進みました。カープサヨナラのピンチとなりました。まずは二塁牽制、二塁タッチセーフ。もう一回セカンドへ牽制球。第9投げた、フォークはストライク、タイミング合いません。第2球投げた、打ったいい当たりだ、ライナー、やった、サヨナラか。二塁ランナーそのままホームへ向かった。